タコちゃん。何？なんか、うん。喧嘩することある？取っ組み合いってこと？まあ、口喧嘩。あんまりないけど。まあでも、たまには口喧嘩になってしまうこともあるじゃない？で、そういう時に、まあ、喧嘩してて、明らかに、もう、苦しい状態になってるのに、押されて。それ圧とかじゃなくて、本当にもう、もう絶対負けなのよ。間違ってんのよ。なのに、絶対に負けを認めない人いるじゃない。ああいう人はどうしたらいいの？そうね。だから、口喧嘩って確かにそういうとこあるわよね。その、決着ついたの見たことないわよね。そうよね。なんか負け、認めなかったら永遠続くじゃない。で、なおかつもう劣勢の方は、もう聞いてられないのよ。もう本当に。ただ否定してるだけっていうか。まあね。もう、事実でもないことを、それはあると思う。してないし、みたいな。だから、それはもう、勝ってる方が、勝手にもう、私のもう、勝ったなっていう風に、なんとか自分の中で。まあそうよね。大体そういう終わり方にしてるわよね。でもなんか腹が立つのよね。いや、なんかルールを決めたら。その、もう、これから月見ちゃんがそういうのあったら嫌だって言うなら、もう月見ちゃんも、その相手も信頼できる誰かに、今から電話して、聞いてもらって、どっちが正しいかを判断してもらうっていうルールにしたらいいじゃない。ちょっと待ってと。待って。あ、ちょっと待って待って待って。こう言ったらもう、話なんないから。呼ぶから、一人。それで呼んで、じゃあ。確かにね、それが一番いいわ。もしできるなら。そうそうそう。電話でいいじゃない。電話して。そしたら、それで来て、それで止まると思うわよ。そうよね、さすがに。2対1になっちゃった。そうだね、そうだね。結局、1対1だから喧嘩するの。いや、でも、そういうなんか劣勢な方に限って、感情的になってない？すごく。まあね。だってもう絶対、冷静なら言わないような、苦しいこと言うじゃない。まあ、その、将棋とかと一緒よね。え？最後の最後まで、もう詰んでるのに、まだ認めないね。そうそうそう、本当にそう。本当にそうよ。それはそうよね。いや、感情的になられたらもうね。でもいいじゃん。その、生きてるって証拠よ。え？私あっぱれだと思うわよ、そういうやつ見たら。いや、でも対戦相手。対戦やり合ってるのよ。もう私は、そうなったら、あ、それでもまだやるって、あっぱれだなと思う。私はそれで叩き潰そうとは全く思わない。そう。これでもまだやろうと思ってんのよ。それはもう大したもんだよ。あなたの正義を貫き通してくださいって思います。そうなのね。それを、さらにもう負けてる人に、こう、唾をかけるような行為をしたらダメよ。月見ちゃん。それは、なんかもう本当に認めてほしいみたいなのがあるわけよ。いいじゃない、そんなの。まあ分かってんのか。分かってんだけど強がってんのか。それかもう、あーっつって。もう私負けでいいよ、負けって言ってみたらいい。だからそういうようなことをしてる。どういうこと？大体。そういう時は。すごい、負けた雰囲気出す。え？自分で？勝ってるところ。雰囲気ってどういうこと？そうだよな。あ、私がもし負けてる方だったら、一番腹立つやつよ。その感じ。まあそう、そういう考えもあるよね。嫌なやつ。嫌よ、本当に。負けたの方がいいじゃん。じゃ。まあね、でもだいぶ大人よ、それは。負けたって言える人は。なんで？いいじゃん。そしたらこっちも、いや俺も負けだったって言うと思うよ、その人。そう？難しいわね。何これ？対決してんの今。え？対決ってこと？それも。対決してるの？これ。今みたいな状況ってこと？そうね。でも、あんまりおかしいことも言ってないからね、今は。怪しいわね。え？怪しいって何？眺めようとしてますね。私のこと。怪しいことも言ってないから。あ、そう。ならいいけど。まだ団子ちゃんとは。負けたいやいやいや、勝ち負けじゃないのよ。してないのよ、今。団子ちゃんとは。団子ちゃんとはするつもりない。そうそう。なんか、めんどくさそうだし。まあ、勝敗なんか私どうでもいいから。いや、変よ。変よ、その。どっちでもいい。無類の喧嘩好きじゃないですか。変よ。
そんなの全く関係ないから。だ、団子ちゃんとはしないから。うん。うん、だから呼ぶね。団子ちゃんをその第三者として、レフェリーとして呼ぶね。うん、絶対月見ちゃんじゃない側につくから、私。嫌なやつ。頑張ってね。うん。よしよし。いいですね。てっぺいちゃん、今日も。でもね、犬は気をつけなきゃいけないからね。犬はね、絶対ね、自分より、1ランク下の人間をね、作りたがるから。舐められたら終わりよ。だからここはね、てっぺいに私の方が上だっていうのをずっと教えなきゃいけないの。そうしないとね、もう犬は一生舐めてくるから。常にマウント取ってくるのが犬だからね。ゲッペ、私の方が上だからね。わかってる？ゲッペ、私が餌をあげるんだからね。わかってる？ゲッペ、私の言うこと聞きなさいよ。ゲッペ、舐めちゃダメよ、私のこと。わかったね。よし、このぐらい言っとけば大丈夫か。うん。ただ今二人しかいない、二人ってか私とゲッペしかいないから、ゲッペが一番下に立っちゃうわね、どう考えても。まあしょうがないか。だ、あ、そっか、その一個下に月見ちゃんを入れればいいのか。私、ゲッペ、月見ちゃんの順にすればいいんだな。うん。ゲッペそれで、もし次月見ちゃん立った時は、私、ゲッペ、月見ちゃんの順だから。わかった？わかったね。私が上だからね、ゲッペの。うん、よしよしよし、これぐらいでいいか、今日の教育は。うん、私ゲッペ月見ちゃんだから。分かったわね、これで完璧ね。1 2 1 2 3 4